اهلا وسهلا في سناك هيناي. ゲス会2024。今回、2回目になるんですけれど、前回は、ローマ皇帝やべえよって話をしていて、ね、ローマ皇帝のうち7割ぐらいが実はやべえやつだったんじゃないかとかっていう数字を聞いてちょっとびっくりしてたりしてたんですけど、今回は、もう国も時代も変わりまして、幕末に、私たちの思いを馳せたいなと思うんですけど、今回は高木さん、ちょっとね、YouTube で見てる人は、高木さん、今ちょっとカメラの調子が悪くて映ってないんですけれど、高木さんから、みんな大好き、新選組。好き、うん、みんな大好き、うん、新選組。大好き、うん、好き好き。うん、好きだよね。うん、好き歴史好きな人みんな新選組好きだかって思ってるから。好き好き、大好き。うん、ね、から、芹沢鴨。初代局長ですよ、はい。うん、よし。ね、セリザーかもね、わかる。の、まあ、あれですよね。一応、ざっとした話はもうみんな、どこにでも出てると思うんで、今回、3つばっかし、ペンも縛っちゃっていこうかと思っています。はい。で、はい、この人の出自が謎だって話と、この人実はあんまりよくわかっていないというか、芹沢鴨っていうのは変名だって言われていて、うん、じゃあその人の元の名前というか、この人どこの誰だったのっていう話が、実はあんまりよくわかってない。うん、あ、そうなんだ。話と、うん、がありまして、まあ、大体この人なんじゃないかなっていうふうな人はいるんですけども、その人にすると、まあ、いろいろと、時間的におかしいというか、はい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 。やってることとちょっと時間的におかしいから、この人なのかなっていう、まあ、はてなマークが多いというか。うんうんうん、っていうのと、あといろいろ事件を起こしてるんですけど、その事件あれ本当にこの人の芹沢鴨さんのところのせいって話と、あと最後に彼が亡くなって彼を暗殺というかしたのは誰なのというか、暗殺を企んだ人は誰なのかなーっていうところを軽く喋りたいなと思います。というか、はい、あんまり俺も調べてないんで、突っ込みどころが多いと思うんで、まあそこら辺もみんなで喋りつつやれたらいいなと思います。うん、はい、はい。というわけで、はい、うん、この芹沢鴨さんの、今分かっている、なんだろう、この人がそうなんじゃないのかなっていうのは、下村嗣治さんっていう人がいまして、うん、この人は、水戸藩松岡領松井村の神官だって言われてる人なんですね。下村嗣治さん、この人なんじゃないのかと言われてるところがありまして、でこの人がまあいろいろ悪さしてるんですね、はい、悪さというか、うん、まあいろいろと悪さしてるっていうのが、この人は玉造り勢とか天狗党とか言われてる、まあ、尊王攘夷の派の結構乱暴者のところにいたと。で、うん、うん、で、この人が佐原騒動とか言われてるところ、うん、ものを起こしてて、うん、名主とか旗小屋とかに、800両とか1000両とかいう金策を、脅してお金出せって、そんな上位というか、まあ、いろんなことをお金使うからお金で出せっていう、うん、金を脅し取ろうとして、それでまあ獄に繋がれたりとかしていて、実際捕まってて、この人首切られる予定だったんですけども、まあそれがいろいろ恩赦があって、うん、生き残ったりっていうのがあって、それでもあったりして、この人がいろいろこんなにまでなんか悪評が高まった理由の一つだった話らしいですよね。もともと芹沢鴨の悪評が高まってるのは、その、はい、その下村さんっていう人がいろいろ悪いことして、うん、そうね、うん、
で、この人いろいろあって、鹿島神宮の方の太鼓とか割ったりとかね、鉄線で割ったりとかしてね。マジで、まあ、遊女なんかを切り殺していたりとかしてる、言っているらしくて、まあ、この人の悪評はそのまんま芹沢鴨さんとかになったんじゃないのかって、話があるらしいですね。で、この人以外にも。あ、濡れ衣じゃんっていうね。まあ、実際にこの人かもしれないんで、俺もよあの完全に分かっていないんで、あれなんですけどもね。で、この人以外にも、日立の国、行方郡、芹沢村の芹沢佐野元さんとか三男とかいう話もあって、本当にこれが芹沢の名前があっから、この人なんじゃないのかって話もあるし、また芹沢さんとかの、この分家 の方の、水戸藩馬回り組の芹沢義元さんっていうところの人の、この弟とか次男とかいうふうなところ、この人なんじゃないのかって話もあるし、まあいろいろ出てるって話らしいんですよね。この人、まあ出自がわからないっていうのはあります。はい。で、この人のこれが第一の謎というからしいですね。芹沢鴨は本名じゃなかったんだね。はい、数名らしいです。超かっこいいもんね、芹沢鴨って。かっこいい。一回聞いたら忘れなくない？すごいね。すごいなと思って。カモちゃん、カモちゃん。そう、カモちゃん。すごい。カモちゃん。すごい。癖があって、ね。うん。かっこいいなって思ってたけど、下村さんだったかもしれないよね。そう、下村さんかも木村さんかもしれないしって。そうね。芹沢さんかもしれないしっていう。うん、知ってる。そっか。でも当時出自ってそんなにはっきりしてないんだって、他の人も。うん、でも、あの、この人、あの、亡くなった後に、あの、家の、遺骨の引き取り手が出なかったらしいんですよね。あ、それで余計に。うん、そうなんだ。あの、そうらしいっす。で、ちなみに、あの新選組にの局長にでいるときは水戸藩の知り合いだっていうのが、親族だっていうのが何人か訪ねてきて来たらしいんで、間違いなく水戸系の誰かなんだろうっていうのは間違いないらしいんですけど、うん、その割にはあの亡くなったときに誰も来ないっていうのが、まあ、まあ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 。まあまあ、これで押して知るべしっていうのは本当にこんな感じですよ。なんかね、もう。かわいそう。かわいそう。そっか。芹沢鴨さんはどこに、どっかに祀られてんだよね、多分ね。うん。ですら、らしいですよね。うん。うん、もうだけども、その割には、うん、彼は誰だったのが今何、うん、らしいです。そうなんだ。なんかさ、芹沢鴨ってさ、新選組の話もと思って、出てくるんだ。絶対みんな知ってんじゃん。新選組を触ったことある人はさ、多分私知ってると思うんだけど、結構だってでかい事件じゃない？あれ違う、そんなことない？まあ知ってますよね、うん。うん。みんな知ってるような人だから、なんか勝手に、うん、勝手にしっかり出自とかもあるのかって思い込んでたなって。うん。いや俺もそう思って調べてみたら、あれなんかこの人実はねって思って。うん。それ私。で、はい、この人の、うん、その、ちょっと誤解を解こうというか、誤解を解くまでは言わんけども、解くというまでかわかんけど、うん、まあいろいろと調べてったら、あの、本庄のかがり火事件ってやつがありまして、あの、例の清川八郎らに照れられてというか、あの、江戸から京都に、あの、浪士組として、うん、道中で、うん、あの本庄宿っていうところで結構トラブルがあったらしくて、うんうんうん、あの芹沢鴨さんが宿がないって、いや、うちらの組の宿がないのかって話になって、それでちょっとそれだったらしょうがないよないから、ここら辺でかがり火でもしてあの少し夜でも過ごそうかっていうので大かがり火をしたと、うんうんうん、いうのは伝わっているらしいんですけども、うんうん、うん、本庄宿の大かがり火事件とかいうらしいんですけども、まあこれも実はあったって言ってる割には、この
この事件というか、あった報告というか、そんな、そんな事実が見当たらないらしいんですね。え？ここで火事があったというか、そんなことをやってたっていうところが記録に残っていないの。そこら辺の、ここら辺のあたりには。じゃあ、これ何の話だろうねと。うん。うん。噂だけでできた。うん、というか長倉新八さんのところもあの新選組天末記ってやつがありまして、はいはい、ここのここでもって語った話がなここなどが出てきたのがいう話が、うん、あれかあるらしいです。実際の記録には残ってないけど、うん、カモさんはこんなことしたんよみたいな感じで、こんなことしたんよってあいつすごいんやからっていうのがやんちゃしたんだみたいなのが残って実際にやった風みたいに残ってんだ。うわ歴史あるあるだねそれね。完全にあれだね。地元のヤンキーをオーバーにあの語るみたいな感じで。確かに、うん。うん。あともう一個有名なのが、うん、大阪力士事件ですよね。あの有名ですよね。ね、あ出た大阪力士事件。見回りやってて肩がぶつかったぶつかんないって言って、うんうん、お前ぶつかったろやろうつって。テーダーハムさんがその時に一刀のもつに切れ落ちたとかいう話らしいですけども、うん、これもなんか怪しいと。あ、そうなの？実は、うん、あの、うん、テーダーさん実は斉藤はじめさんがなんかすごいこの時病気で、うんうんうん、病気というか体調悪くてその時抱えているのにあの、うん、その時にあの力士がぶつかってきてそこでもどかないから、うん、ちょっと失礼やろうとかいう話で こづいててちょっとあまりにもひどいからってちょっと切りかかったんで、うん、その程度 あの切った張ったが少しあったよっていう程度で別に怪我人が一人ぐらいで出たぐらいで終わったらしいんですね、うんうんうん、でこれもまた長倉さんの例の新選組天末記でもってまた話持っちゃってあれあれいや実はあの時、一刀のもとにあの大阪の力士を切ったんやって話を持ったったらしいっすよね。じゃあ芹沢鴨を持ったのは長倉陣八さんっていうことになってて大丈夫今のところ陣八さんだけじゃなくて陣八、うん、さんのこの記者っていうふうな人がまあ結構多めに書いちゃったらしいですね。この陣八さんが言ったのをさらに持ったのね記者の方でも持っちゃったんじゃないのかと。ねだよね完全にこれは本当さっきのヤンキーの続きだよね、うん、いかに強く見せるかみたいなうちの地元のやっぱりすげえやでそうそうそう先輩すごいやでみたいな話なんだ完全にこれ、うん、でもう一個あるのが大和屋焼き打ちってやつですよね、うんうんうん、大和屋さんところのにあの大砲を打ち込んだとか、うんああはいはいはい、はい、打ち込んで焼き打ちしたとかいう話も残ってるし、うん、これも実は怪しいのこれあのね大砲あの芹沢さんとこ別にそんなこと用意できなかったらしいですよ。そうよね、そんなにそんなものを用意できるほどの能力もというかそんな力ないからだって新選組別にそんなにお金なかったよね、うん、お金なかったしそんな大砲なんてね、まあ、一応この芹沢鴨が水戸藩と関わりがあったからこの人が金を引っ張ってきてたみたいな、うん、そういう話はありますかね。そうですよね。で大砲も用意できたみたいな、うんまあ、水戸藩から払い下げられたみたいなね、うん、ああなるほどね、うん、それならわかるけどちょっといやそれも持ってるなるほどあれその割にはこんな、あの、大砲なんてなかったんじゃないのって話もあるし、まあ、これは真偽不明というか、うんうんうん、あの、これを実際に指揮したのは誰の矢のよって話もあるんで、まあまあ、いろいろと話が、うん、あるらしいですね。で、さっき、あの、みそさんが言ってたんですけど、この、結構、水戸藩とのつながりが、芹沢さんは深いらしくて、うんこれが最後の話につながっていくんですけど、うん、で水戸藩とっていうのはもうさっきも言ったけど尊王攘夷の派のところが多いじゃないですか、はい、で会津藩のところとは違うじゃないですか、うん、
一応幕府を守るっていうところでやってるのにさ、うんうんうん、お前そんなに水戸派と仲良くしてどうすんのっていうところで、うんうんうん、これをちょっと嫌がったあのあいつ派の人らがちょっと土方さんに頼んであのやっちゃってくれよって感じでやられたとかいう話があるらしいですね、うん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 、あるいは土方さんところの独断でうちの近藤グループとはあの芹沢グループが異常に仲悪いからもう ここら辺だあいつら切っておくかぐらいで、うん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 、切られたって話もあるらしいですありますね、うんうん、はい、うん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 、というわけでもうあっという間に終わっちゃったんですけど私としてはこれぐらいで、うん、結構面白かった話よ、うん、芹沢さんのところが止まってない八木家っていうところがあるらしいんですね。八木家。あの、こうしたらうち長ったから、あの、八木家っていうところでうちを借りてたらしいですよね。うんうんうん、そこで、借り宿にしてたらしいんですけど、そこの、明治になっても、ちょっと、あの、生き残っていた子らがいたから、そこで話を聞いてたらしいですね。うん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 、実際、芹沢さんでどんな人だったのって話を聞いてたらしいんですけど、取材したらしいんですけど、うんうん、酒飲まなければいい人だったって。飲まなければやってるわけって。ああ、まあまあ、そういうふうな人だったんだろうなと思って。あ確かに、うん、なんか飲み屋にいるイメージだもんね。ね、うん、実際、うん、逆に言うとこれぐらいしかあんまり、うん、な、あの、信憑性のある話っていうものは出てこなかったらしいよね。うん。うん、それはなんかすごいしっくりくるね。ね。うん、セリザーかも酒癖悪い。ね。うん、それ以外は、まあ、暗殺されたっていうことぐらい、うん、多分。ですね、うんうん。事実として残ってんの。うん、今見たら、三部寺に。お墓が一応あるみたいね、うん、引き取ってもらえなかったからそっか、執事わかんないでしょ。他のとこ人らはさ、なんつうの、なんだかんだ言ってもさ、うん、あの、うん、親戚筋とかが引き取りに来て地元に結構あの墓とか作ってるみたいなんですね。沖田総司もそうだしね、土方としてもそうでしょ、ね、うん、そうだよね。だってこの人局長ですもんね、一応なのに誰も引き取ってくれなかったっていう、ああ、地元から嫌われてたのかか本当に分かんない気がするか芹沢一派が、うん、あの他の人も含めてみんな粛清されたっていうのも うん、ありますからね。ですよね、うんうん、そこは結構ある。幕府側からもあれだしさ、あの新政府側からもさ、あんまりいい顔されないだろうしね、うん、両方側からね、あんまりこういい顔されないような立場の人間だったっていうのもあるんですけどもね、それでもちょっと時間経てば引き取りに行ってもいいやろぐらいに思うんだよね、うん、確かにね、いまだに多分分かんないけど、ここにお骨あるのかな、三部寺にあるみたいですね。三部寺にあるね、ってことは誰も触れずにそっとそのまま 100年ぐらい、うん、ね、ね、いつか出てきたりするのかな、出てこないかいや、どうなんだろうね、わかんないけどねえ、どうなんだろうね、こういうのってねえ。そう、芹沢さんはこうやっぱ新選組のエピソードの中でも悪役って感じ、うん、なんか勝手にね、うん、まあでもなんか今の高ピさんの話を聞いてると、こう意図的に悪役に仕立て上げられてんじゃねえっていう部分もあるような気がするというか ね、うん、そうね、思った、うん、近藤土方路線の方を正当化するためにね、うん、ね、うんうん、そこでね、うん、あれでしょ、前回の一郎さんの話じゃないけど、こう寄せ集めっていうか、なんかもしかしたら違う人がやってた骨粉のエピソードも、そう、全部こう芹沢神に乗っけてみたいな、うん、もう
そんな雰囲気ね。うん。雰囲気か。悪のカリスマみたいな感じ。うんうん。そっから脱却した綺麗な。誠の。誠の。新選組と。そうね。そうだよね。敵役もそれなりに強かったみたいな感じに仕立て上げないと、うん、倒した側がなんかもっとすごいってなんないですかね。あ、そうか。だから、鉄線持ってるとか、ね、あれですよね。鉄の扇持ってるとか、うんうん、ちょっと。鉄線ですよね、やっぱね。ちょっと、体としますよね。鉄線。で作ったのね、鉄線。けど。思ってたって言いますよね、うん、鉄線ってさ結構すごくて家具なんかとか打ち据えたりとかさ壊したりとかできるらしいですからねすごいよね。いやからね、うん、結構重いだろうしね。ね、うん、ね、それとだって鉄線と剣と、うん、もう一つ小型なとか巻き差しとか持ってたんでしょ、うん、いや重いよね。重い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 ちなみに鉄線どうして持ってたのって言えばさ、うん、俺ちょっと調べた話では鉄線はあの肩までも脇差しでもないじゃん、うん、だからどこでも行けるんだよねそれ持って。あの、なるほどね、肩先は刀を持っちゃダメだよっていうところでも鉄線だったら持っていけるって話があって、うん、それだったらば、うん、あのこれは、まあ、これ他のブーじゃないですよって他のうちがですよって言えば入れたとか他の、うん、なるほどね。芹沢さんは剣の腕は本当にすごかったの、うん、ちなみになんかさらしいっすよ、うん、強いイメージじゃん私の中で。芹沢かも強強なんだけど一応神道無念流っていうあの桂小五郎とかと同じ流派、はい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 、もう免許皆伝って言われてるんで、おい、あのまあ鍛錬は一生懸命やったんじゃないかなって感じですね。実践をしたのかは知らんけど、うん、そうね、力士も切ってないんかもしれないかもしれない。こんだけさ暴れん坊がいるやつらの中でさ抑えてんだからさよっぽどだと思うよ本当に、うんうん、血気盛んな、うん、体大きかったのかな。大きなかったよ。大きかったらしいっていうのは本当らしいですよね。もうね、あ、見てても体大きくて気性がなかったらもうそれなりにねやっぱりあれですよね、うん、それだけでね。そうね、一応局長だって、近藤と土方は剣は強い。これ本当、これは本当。沖田総司も強いと言われてというあてなのこれらと、まあ、同じくらいの立ち位置として最初の方として芹沢さんの局長で選ばれてるってことは、ある程度剣立たないとね、制作新選組をブランディングするときに、うん、まあ、まあでもさっき言った通りこう水戸藩とか会津藩とのつながりっていうところで、その座についたっていう部分もあるのと、うんうんうん、なんかみんながこう稽古してる中で芹沢持って行って誘っても酒飲むから嫌だっつって出なかったみたいな、そんな話もあってちょっと分かんないですよね。なるほど。なんかこう聞くとなんか悪役でめちゃめちゃ強くて悪い、でもなんか地味にいいやつエピソードとかっていうのもそこそこあって、うん、なんか子供と遊ぶのがすごく好きだったとか、まあ沖田総司も子供と遊ぶのが好きだから沖田となんか馬があってすごく仲良かったって話ですよね。うん、よく最近の創作とかでも書かれたりもしますけど、ね、うんうんうん、ただまあ沖田が芹沢を切り殺したんですけどね、うん、そうなんですよ、これ言ってみたそうでもそうよね、うん、切り殺したのも酒飲んでさ、うん、この猫耳を襲ってるからさ、そうそう、本当に恋なのが多いよね、あの新選組はね。酒飲ましてこの、うん、寝込んだところをみんなでもって刺し殺すっていうのが、うん、こういうのがやるよなっていうのが、確かに池田屋とかもそうか、うん、あれもだって踏み込んでるのもね、みんなで、まあ、会議とかなんか密談してるとかに踏み込んだもんね、そうそうそう、酒入ってる時にあれ、まあ、じゃあ新選組が実際にこう、うん、酒なしで戦ったやつとかってあるのかなっていうのも、まあ、一応見回り中とかに戦ったのかっていうのはありますがって感じですよね、うん、
どっちかというと剣が強い弱いみたいな話とかって、うん、こう稽古の時とかに沖田がすげえ厳しくて強かったとか、うん、その沖田と長倉が戦ったら長倉の方が強かったとか、そういうこう実戦じゃない場所での言われ方みたいなのが多いんで、あ、なんか実際のところ誰が何人殺したかとかっていうのは多分確か分かんないんじゃないかな、うん、そっか、そういうのは記録されてないね、うん、ね、そっか、残さないか、うん、プラスで新選組の場合はこう、うん、なんだ、あの殺されたっていうか、こう戦いの中で死んだ数よりも切腹で死んだ数の方が確か2倍ぐらい多いんじゃん、3倍あと逃走した人とかも切腹した人と同じぐらい多かったような気がするけど、うん、結構ね、そう、結構逃げたやつを見つけてやってるもんね、やっつけてるもんね、うん、まあでも、謎ルール、そうね、あれでしょ、指導不覚悟ね、指導不覚悟ですよ、指導不覚悟、とりあえず何はともあれ指導不覚悟って山並圭介とか、うん、そうですね、あ、そうですよね、山並圭介、山並さんはね、なんで逃げたか分かんないとかって、あれも分かんない。うん、それも、この、あの、芹沢鴨さんをやった後だから、これの証拠消しなんじゃないのかいうとかいう話もありますし、うん、一応、これ、芹沢鴨さんやったのは長州藩だっていうことを、初めは言い張ってましたからね。長州藩にやられたっていうことで。新選組がね。うん。うん、なるほどね、うちの局長やりやがってっていうことで、うん、ああ、そっか、なるほど、ね、報酬を、うんうんうん、つぐでネタにしたのかいう話がありますかね。もともと新選組って尊王攘夷っていうところのスローが、まあ、当時としては一般的ですけど、尊王攘夷の下で結成されたのに、こうだんだんとこう幕府側の方に寄ってっちゃって幕府から会津藩とかからこう金もらったりだとかそういう感じになってっちゃったから、うん、まあ、それに対して尊王攘夷に対して非常に志を持ってた山並圭介が嫌になって脱走したっていうのが一般的には通説では言われてることかな、うん、でもそういう志系の話とかっていうのは実は最後の方まで内紛の種で、最後の方に長倉新八と原田三之助が脱退するんですけど、はいはいはい、それもこうぶち切れた理由が、俺はお前らの家臣じゃねえっつって切れて去ってったって感じなんで、まあ、ダメじゃん、いろいろとありますよね、本当ね、ダメじゃん、なんか、うん、さあ、こうあれじゃん、創作新選組をさ呼んでる側としてはさ、やっぱこうかっこいいチームみたいなイメージがさどうしてもあるじゃん、あの新選組ってね、まあでも僕はな、まあみんな人それぞれの多分考え方とかっていうのがあるとは思うんですけれども、まあなんかやっぱ土方歳三の生き方には僕はすごく共感しますけどね、うん、どういうところがですか、みんななんか近藤勇とかってあのすごく俗物だし、あの、うん、そうね、俗物だと思ってるんですけど、でも多分人間的な魅力みたいなのがすごくあったっていうのと、土方にとって幼なじみみたいなもんなんで、そうだね、なんか彼をこう盛り立てて、うん、それのために組織を作ろうみたいな、なんかそういうこう発想みたいなのってすごく好きなんですよね。まさにナンバー2っていう感じで。確かに。ナンバー2キャラ大好きなんですよ、僕。で、ナンバー2のまま死ぬのね、土方。そうね、うん、うん、まあそうですね、はい、うんうん、確かにすごく土方の生き方は好きですね、僕ね、土方の城は、うん、どの作品見ても大体イケメン、そうですね、うん、あんまり悪く書かれない、まあまあ悪いこと、何を悪くするっていうかはあれかもしれないけど、なんかこうね、すべて組織最優先で、その組織っていうのは近藤のためにあるみたいな、うん、そうね、そういうような発想感っていうのが、まあ、実態は知らんけど、うん、そういうところは好きですよね、うんうん、近藤さん確かに俗物、うん、外に女作ってたよね、ずっとね、まあ、土方もいたらしいですけどね、まあまあそうですまあ名誉にね溺れたりしますけどね、なんか近藤の場合は、うん、カモさんは女癖も悪いし、うん、酒も悪いし猫目、うん、を襲われたのも遊女のところと、年頃になった遊女のところと襲われてますからね、うん、これが
はい、それは本当らしいです。間違いない、これは。ああ、なるほどね。うんうんうん。それも人妻というか、見かけのところですかね。うん。遊女というか、見かけなんですよね。うん。お梅さんっていう。うん。うんうんうん、うん。あ、そのお梅さん、まあ、これも、なんだ、あの、創作物の話だから、本当か知らんけど、うん、まあ、もともと借金取りの、別の人のお梅かけさんで借金取りに来てたらしいんですけど、芹沢のところにね。だけどもそれをこう芹沢があの手ごめにしてしまってあの奪い取ったみたいな、そういうような話らしいです、ね、いう話もワイルドなさネタが多いよね。そう考えてば芹沢さん、ね、寝取りというやつですね。寝取り、そう、寝取り、寝取りダンするし酒飲んで荒っぽいし力士切り殺すし、ね、大砲ぶっ放すし、うんとか並べていくとちょっと嘘くさい感じ。どうなんだろう。でも今なんかしさ、これきあの歴史の重さの皆さん聞いてみたいんだけど、新選組って悪役なのそれとも正義なのって結構ここさすごいなんか揉めてると思うんだけど、なんか時代とかそのいや、え、燃えてるっていうか、なんか見方によってだいぶ変わっちゃうからさ。けど最近どっちが早いのかなって。まあ創作物だとどうしても新選組かっこよく書かれちゃうから、ちょっと、ね、司馬遼太郎のせい全部全部新選組血風録のせいかなとか思ったりもするけどそうかなって思うんだけど、うん、青春って感じじゃないですか。青春新選組は青春青春が清川八郎に、まあ、乗っかって、うん、まあ、一旗あげようと思って多分京都行ったわけですよね、多分芹沢、うんうん、本土派も、うん、で多分土方も多分こうなんかそういう、こう組織ビルディングしてなんか近藤と一緒に多分、まあ、まあ成り上がろうっていうかね、なんか名誉を作ろうと思ってやったと思うんですけど、うんうんうん、多分あの時代だからこそ結構そういうなんか庶民みたいな人たちでも結構なんか旗を上げられたと思うんですよね、うんうんうん、っていう意味で結構なんていうんだ、このタイミングのこの上昇気流に乗った人たちの話なんで、なんかまあ時代の評価としては正義悪っていうのはあると思うんですけど、やってた本人たちは多分自分たちの正義にのっとってやってたような、で、まあ青春っていうことにしてみようかなと思いました。いい表現だな。いい表現。新選組は青春、うん、急にエモくなった。確かにそうだね。あ、みんな若いもんね、考えてみたらね、あのあそこね、めっちゃ若い。若いんだ。あ、最初出てった時若いですね。若いですよね。だって土方とか近藤が死んだ年なんて34歳とか35歳ですよ、ね、ああ、そっか、うん、そんなのがトップやってんだって、ね、怖い世界だよね。考えてんだよ、まあ、乱世が言えない、乱世だよね、うん、そうですね、大体みんなそのぐらいですからね、うん、そっか、乱世したか。なるほどね。ああ、でもなんか曽根さんのその表現いいわ。確かにこういいですね、あのね、それっぽく言うんだったらこうね、あの思想の違いで破れたから悪っぽくなってるけどとかっていうような感じに言いがちだけども青春だよね。確かに青春だよね。確かに。でもなんか一旗あげようと思ってなんか誰かわからない人がこう言った募集に応募して京都まで歩いていくっていう、結構あの今想像しがたいなと思って確かにね。そんで騙されて、なんか全く違う思想の方に鞍替えされそうになって、分離してみたいな。うん、そうだね。結構面白いですね。行き当たりばったり感ありますもんね、新選組って、うん。ちょっとかわいそうですけどね、騙されて、急に、うんうん、砂漠の方に一気に転換されて、っていうのは、ちょっとかわいそうですけどね。うん、確かに。この時代の武士たちのノリとかってそんなもんなのかもしれなくて、あの、うん、薩摩藩とかでも、はい、こうなんだっけ、出兵するぞみたいな感じの噂が立った時に薩摩人たちみんななんか、うん、あの殿様とかの命令を待たずに、あの京都とかに行って、でそこで
こう決起しようとしたやべえやつらがいたから、それを殿様が止めようと思ったのに止まってくんないから、やむを得ずそいつらを暗殺して差し向けて全員殺すみたいな、そういう事件とかもあったし。まあだからそう考えると、新選組が江戸から京都まで歩いてったのと、薩摩神がなんかよくわからない噂に乗っかって京都まで歩いてったとかっていうのが、まあ似てるし、あのノリとしてはなんかみんなそんな感じだったのかなっていう気がしますね。なんかそういう熱みたいな、病みたいな、そうですね、病、なんかしてやりてえみたいな、今世間がフィーバーしてるからみたいな、乗っとかなきゃみたいな、この大ウェーブにって、ね、ビッグウェーブにビッグウェーブ乗っとかなきゃ、ね、はい、多分それまで行動すらできないガチガチのあれ、ね、あの世の中だったと思うんですよね、身分社会で、うん、あちょっとタガが緩んで行動してなんか一縷のチャンス、望みというか、うん、なんかそういうものが結構あの見えた時代なのかなっていう感じがしますね、うんうん、でみんな熱に侵されて、確かに、うん、けどこのさ、老子組って名前がいいよね。だってさ、老子だよ、うん、だって狼だよ、老っていうのところにも、そうなのよね、老子民の老みたいな、これかっこいいよね、確かにさ、身不老だもんね、身不老にして、うん、そんな一郎二郎とか、ピッパグレスはさ、ところの武士のところだっていうところに何とか見せといて、狼だよっていうところにさ、この変換させられてっからさ、ローっていうところで思ってさ、うん、そうだよね、うん、中二病っぽいよね、まあ、非正規雇用ですね、非正規非正規雇用です。あの幕府側からしたら非常勤みたいな。雇ってねえよ、確かに、うんうん。みんな勢いとノリで熱に浮かされて行ってしまったら、ね、思ってもいない方向に進んじゃってっていう。だからみんな好きなのかもしれないですけどね。新選組っていうか、あの時代なんか、うんうん、それこそ本当熱があるっつうか。うん。まあ確かに。うん、青春だね、確かにね、言われてみればね。ね、うん、なんかよくわかんない理由でね、あのどっかにみんな集団で突っ込んでいくとかね、なんかあるんだなって思いますね。うん、それはもう確か若くないとできないですよね。うん、そうね、これ45歳のやつらにちょっと厳しいわね、こんな言われてもね。うん、さっきのこう薩摩人の話もありましたけど、天狗党っていう、水戸の天狗党っていう、これも人たちがいるんですけど、その人たち、あの水戸からなんかもう人が通れないような道とかをたどった挙句に1ヶ月かけて福井県まで行ったみたいな、千人で行ったみたいな。え、あのその何でしたっけ、あの獣道みたいなところを通ってると、そうなんか、うん、あの作家がその通った道っていうのをあの辿ってみようと思って辿ったら、うん、もうマジで人が通れないような道だって、うん、断念したみたいな、そんなの書いてる人を見たんですけど、うん、それをこう千人の人たちでなんか行軍していくみたいな、ね、千人、うん、それは福井に何しに、まあ、とりあえず水戸で決起したんですけど、弾圧されちゃったから、とりあえず天使にあの自分たちのあれを訴えに行こうぜっつって、ノリと勢いで西に向かってったんですけど、幕府とかから追討軍とか差し向けられちゃったから、あの戦ったりもしたんですけど、とりあえずやっぱ逃げなきゃいかんってことで、そういう山とかに逃げ込んだりして、ですごくこう冬の寒い中頑張って獣道を通って、うん、福井までたどり着いたんですけど、そこで力尽きて投降して、うん、全員、まあ、ほぼ全員殺されちゃったって、そんな話です、うん、結構悲劇的な事件なんですけど、幕末は何をしてるんだみたいな感じになる、ね、まあ、はい、水戸藩はでもこういうことやってるから、あの最初にあれだけ長売れたのに、あの明治になった後に水戸なんてどこ行ったのみたいな感じになっちゃうっていうのがあるんですけど、うん、あもう1000人ねえ、100人でも多いのにさ、ね、1000人って、ね、約1000人ぐらいかな、約1000人ってすごいね、すごいですね、ほんとね、よう行ったわ、しかも真冬の中ね、日本アルプスとか越えていったんだろうし、多分本当にね、ねえ、そりゃ投稿したくなるよね、僕、ね、分かんないけど、
ね、でもなんか最後本当悲劇的で、なんかどっかのなんかいくつかの班かなんかにその何人かずつ預けられて処刑を待たされるみたいな場所の感じだったらしいんですけど、うん、こうどっかの班かなんかがすげえ人手なしな対応して真冬のクソ寒い中なのに全員全裸にして倉庫に超押し込めたみたいな、そんな話とかもあったりして、なんかひで班もあったもんだなみたいな感じで言われたりするって感じだ。どこかな、熊本班だったかな、忘れたけど、まあだいぶ遠いけど福井から熊本って、まあその班、あの京都とかに判定があるから、あ、そこで一応こう、ね、あの分かれて、ね、割り振られたみたいな、そんな感じですよね。いや混乱期って感じだね、本当まさにね。うん、すみません、まあなんかちょっとまた全然話が違うとこ行っちゃったけど、うんうん、いやなんかすごい混乱期のあちこちの青春の話を聞いて、うん、でもまとめちゃうと曽根さんの青春すごいわかるって感じがする、ね、すごくよかった、うん、ありがとうございます。でもだからうちら好きなのかもしれないですね、うん、あの感じだけど新選組好きな人たちってちょっとたまに思うかなみたいな気持ちになるじゃんなりません、うん、わかり、たまにでたまにブーム来ません、ね、なんか新選組ってなんかこの間燃えよけ映画化したりさ、うん、今もう漫画とか出てたりするけど、うん、むしろ新選組の漫画ってなんか途切れないよね、なんかやってない、確かにね、うん、確かになんか対策が終わったとしてはまた次の対策が生まれるみたいな、そういうのありますしね、うん、そう、うん、多分何かしら刺さるんだろうなって思って、ね、まあ芹沢鴨さんが本当かどうだったか若干怪しいからね、後からこう作られた悪役なような気持ちに私はなって思いますけど、うん、燃えよ剣を読んで泣きたくなりましたって読みますラストいいですよね、燃えよ剣はね、燃えよ剣は読むと 100% 泣く小説なんで僕の中で燃えよ剣ね、燃えよ剣は本当にあの最後までずっと青春ですよね本当に超名作だと。今回はゲスだったのかわからないけど、でもまあ新選組の中で悪役代表といえば、うん、というところで芹沢鴨さんの話でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ご来店ありがとうございました。